2ヶ月ぶり。え？皆さん大丈夫ですか？え？私ヒマラヤ行きました。今度はヒマラヤ、ガンジス川、皆さん名前聞いたことありますね。ガンジス川の本当源まで行きませんでしたけど、近く行きました。それはゴンゴトリ、ウッドルカシー、だんだんどんどん上です。ヒマラヤの上、最初はこれリシケシ、リシケシのもっとずっと上はウッドルカシ、ウッドルカシ、例えばリシケシからだいたい7時間ぐらいかかります。車で道あるときいい、あるとき良くない、それもあります。でだいたい7時間ぐらいかかりました。それまたウッドルカシからまた5時間車でゴンゴトリ、向こうでガンジス川のゴンガ女神のお寺あります。と向こうに1日泊まって、それから戻りました。今度は前行ったことなかったことで初めて行きました。とってもとても向こうに行ってちょっと時のことを考えたくても、考えることちょっとできませんでした。時の雰囲気全然考えることもできない。そう、向こうと時は町のシンボルですね。時を同じニューヨークとね、現代の町のことを考えは向こうで全然全然雰囲気は違います。向こうに入りますと、とっても深い神聖と深い、話したくないその考えも出てます。それがインパクトですね。ヒマラヤの山のガンジス川、ヒマラヤ、皆さん、少なくとも一回インドに行った方がいいではないですか。それと神聖な場所、山もちろんあちこちあります、川もあちこちあります。ですけれどもヒマラヤが特別、ガンジスも特別。ヒマラヤ行かないと本当はビデオを見て話を聞いて本のから勉強してわからないですね。本当向こうに入らないとどれぐらいこれが波動、神聖な波動、全然わかりません。そしてその経験のために少なくともと、ある外国人結構います。毎年毎年ヒマラヤだけに行ってます。他の何も興味ない。そのとってもとてもその波動が特別ですからね。世俗的、霊的な人は関係ない。どなたでも向こうに入りますと、その分かります。その特別な経験です。ガンジス川ずっと流れてますから音を出てます。ある音もメロディも違います。朝、お昼、夜、それもあります。面白いです。メロディね、それが流れのメロディ、それも違います。本当知ってる人だけ、理解する人だけ分かります。普通の人分かりません。お坊さん、お寺、もちろん木、花といろいろありますけれども、とても良かった。ちょっと大変でしたけれども、これとても良かったですね。ただ、バゴバッギタの話、今、これ、モントの話ですね、と、真言。モントラのどうした話、それは出ました、バゴバッギタの関係で。なぜなら、バゴバッギタの一つをそのアイデア出てました。どのように神様と我々はつながっている状態でます。その関係で一つ方法がモントラ。モントラを唱えますと、それから神様と信者、永遠の存在、無限の存在と我々のコミュニケーションですね。つながっている状態は出ます。一番一つ、いろいろあります。瞑想もあります、礼拝もありますけれども、一つは大きな方法はモントラ。その皆さんモントラ、その言葉多分皆さん聞いたことありますね。と前の例えば8月の話の時、9月の話の時、それいろいろ礼を使いますですね。仏教といろいろ、それから仏教のいろいろ手話の何がモントラ使ってます。でキリスト教でイスラム教でヒンズー教のモントラの伝統
ではちょっと始まりました。それの時言いますと、モントラはモノナートトライオティイティ、そのことを言いますとですね、その定義、そのモントラをずっと主張してモントラ唱えれば、とモントラの意味を考えれば、これ下脱はできます。束縛から解放して下脱はできます。それがモントラの本当の定義です。でモントラのことをもっと言ってます。これモントラはこれ神聖な公式、ね、神聖な公式フォルムラです。と科学のフォルムラありますでしょ。科学同じ神聖な、それ一つ初期用の一つ公式あります。それがモントラです、ね、初期用の公式、神聖な公式、それはモントラ。もう一つは神秘的な公式、説明ちょっと難しいですね。どうしてその言葉が出ますか。一つはこれ聖者たちを神様のことをずっと考えながら、そのモントラ、例えばある神聖な音、この聖者のこれ心の中に現れました。それがほとんどモントラのその源ですですね。とそしてきちんとこれ説明できない、それ神秘的ですね。神秘的は、もう一つはモントラ神様の場所、それも言ってます。だからモントラを唱えますと神様を会うことできます。それいろいろありますね。それから今それでいろいろ例さきました。これ最初一番ベードの中にモントラあります。例えば儀式の時いろいろモントラ使ってます。儀式、例えばさっきカリプジャありましたね、ベダント教会。これライブストリームでできたこと人こっちいますか。本当はもちろん直接参加したいましたけれども、ライブストリーミングで見たこと人こっちいますか。ライブストリーミング誰でもいない。あなた見ました。 OK OK。 それで向こう皆さん見ました。直接は自分のライブストリーミングでいっぱいモントラを使ってますね。もちろん仏教のお寺、例えば小屋さん、成田さん、向こうでモントラをやってますけれども、本当はその種儀式の源インドですね。と本当はこれサンスクリット語です。サンスクリット語から中国語、時々これ日本語で変化してますけれども、本当はサンスクリット語ですね。みんなモントラはサンスクリット語と、サンスクリット語とてもとてもきれいですから、そう神聖ときれいと、発音もし本当とは完璧発音でモントラを唱えますと、とってもきれいこれ波動を出ますと。モントラと儀式の時いろいろモントラ、礼拝の時いろいろモントラを使ってますですね。例えば一つモントラ、アンゴインカン、カンゴインカン、カンゴインカン、チャンゴインチャン、タンゴインタン、タンゴインタン、パンゴインパン、いっぱいモントラ、その種モントラ、あなた多分ちょっと見たことありますね、まあ、聞いたことあります。これヒンズー教のその種儀式の時いろいろモントラをやってます。それからもう一つはこれ儀式の時いっぱいあります。例えばお供えの時、ね、そのモントラはあります。お供えと、お供えた、例えばもしスラムキストのこれ儀式ありますと、その種ホマの時、オーモインサルボディボディビサルパーヤスラムキシナヤスワーハー、それをこう唱えながらそれものをお供えしてます。その感じでと、それを一つは儀式の時使ってます。一つもう一つはシャンティモントラ、平安のモントラ。いつもあれはサハナーボブトソンノーミトラ、それからバッドランカルニービスニュアーマディーバーハ、それからヤッチャンヨーラブリニーマヘ、いろいろいっぱいシャンティ、みんなシャンティモントラ。どうしてシャンティモントラ、皆さんの幸せのために、平安のために、それいつもそれを使ってます。それだけであの勉強の前そのモントラを使ってます。だから先生のと生徒の幸せのためにそのモントラを唱えてます。だからサハナボートいつもそうです。インドのヒンズー教の勉強、聖典の勉強の前絶対それです。あ、最後終わったらプールの窓、オームプールの窓プールのみだん、それが最後のモントラ。最初のがサハナボート、これみんなシャンティモントラです。
平安のマントラ、幸せのマントラ、それも結構あります。それからもう2つ種類もマントラの、あ、じゃあちょっとはこれ、あ、それもう1つあります。それこれ1つは多分私今からちょっと3つの種類マントラを今教えます。1つはこれは自分の本性を理解するために一つマントラ。これがサッアハム。サッアハム。サッがあの存在が私。あの存在は何ですか？これはブラムハンです。あの存在はその存在が私です。とサッアハム。それ、これはサンスクリットで、サハ、サハがその存在、アハム、私、とサ、これローマ字です、ソ、サ、アハム、合わせてソーハム、ソーハム。それから、それが先の何言いました？自分の本性を理解するために、と私はブラムマンです、ですね。私の本性とブラムマンの本性が一緒です。そのモントのその意味です、ですね。ブラムマンの本性は何ですか？サッチッアナンダ。皆さん知ってますね。サッチッアナンダ。絶対の存在、絶対の知識、絶対の至福。これ偉大なレベルでそれをブラムマン言ってます。個人的なレベルで、それが自分のとてもな人間、それでその人間の魂、内なる自己の本性が同じです。ですね。サッチッアナンダ。レベル一つはブラッマン、これ偉大なレベル、あと小さいなレベル、ミクロレベルとマクロレベル、わかりますね。とそのことをモント、例えばギャノヨガの実践する人、ギャノヨガ、知識のヨガの実践する人、いつもそのモントと唱えます。ソアハム、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 わかりますね。そのギャノヨガ、例えばギャノヨガ知識、例えばブラッマンと私一緒、それギャノヨガのそのことでしょ。だそのギャノヨガの実践する人のためにそのモントです。そうだけではなく自分の本性を理解したい人のためにそのモントがいつもとてもいいです。ソーハム、ソーハム、ソーハム。どうぞ。ソーハム、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 ソーハム。しかしモント唱えるだけなく意味も理解しなければいけない。口だけでソハム、ソハム、ソハム言っても何も構いません。その時も唱えながら、その意味も考え、何が意味考え、私の本性とブラムハンの本性が一緒です。そうしないと口で言います。あ、心でスケジュールのことを考えます。何も結果出ない。自分の本性を理解できない。8時間、10時間でも何も結果じゃない。それ大事は唱えると瞑想一緒。モントラの意味一緒のそれと考えないと全然結果出ない。そんなことない。少し出ますけど、そんなに出ない。そのことです。もし本当はその結果欲しいだったら意味も言うこと、モントラの言うことも集中して考えてください。考えながら唱えてください。それが一つ。皆さん書きました？次は、もう一つは、これ、いろいろモントありますから、ね、ベイドの。これ、もう二つモントがとても有名。皆さん、知ってますと思います。そう、ガヤトリモントラ。知ってますね。ガヤトリモントラ。とても有名です。ガヤトリモントラはインドでとっても人気、とっても普通、インドでいっぱい人ガヤトリモントラを唱えています。
皆さん名前聞いたことありますか？ガヤトリモントラ。これが神聖なモントラ、小モントラ唱えますとが清らかになります、神聖になりますですね。とそのモントラは何でしょうか？多分皆さんこれご存知かもしれない。これをちょっとロマ字で書きますね。どうしないと皆さん分からない。オンゴルゴバス。ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। どうぞ今私はもう一回言います。あなた話して繰り返してください。オーム、オーム、ブール、ブール、ブバス、ブバス、スバハ、スバハ、タッ、タッ、タッ、サビトゥ、サビトゥ、バレンニアム、バレンニアム、バルゴ、バルゴ、デバスヤ、デバスヤ、ディマヒ、ディマヒ、ディオヨ、ディオヨ、ナ、ナ、プラチョ、プラチョ、タヤツ、タヤツ。どうぞ今一緒に。オーブルバースバハタサビトゥ
varenyam bhargavo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat。それがモントです。とっても神聖。昔はダンモンたちだけそのガイトリモントを唱えてました。しかしそれが本当はこれ本当は伝統的それではない。それで後でブランモンたち自分で決めました。ね、ブランモンの礼拝者で我々はそのブランモンだけはそのモントです。本当はベーダの伝統はそれではなかったです。それで後で社会のその伝統は始まりました。昔の伝統はなかったです。と今は全然誰でもそのモントを唱えてます。ガイトリモント。そう、ブラモンではない、インド人、ヒンドゥー教も関係ない。どなたでも本当は興味あれば、これ、それは神聖になりたいなら、そのモントを、女性、男性、カースト、外国、インド人、ヒンドゥー教ではなく関係ない。どなたでも誰もそのモントを参加することができます。と、それ、本当は、これ、そのモントの、これ、チャンティングね、特別の唱えるのやり方があります。例えば、オーム・ブルフワッスバハ、タッサ・ビトル・バレ、ニャンバルゴ・デバスヤ・ディマヒ、ディヨヨナ・プラチョダヤト。それ本当は伝統的には、その発音ですね。もう一回言います。オーム・ブルフワッスバハ、タッサビトルバレン、タッサビトルバレ、ニャンバルゴベバスヤディマヒ、ディヨヨナプラチョダヤト。その感じで。しかし、いつもモントの唱えるときその感じでしなくても OK です。普通は発音も大丈夫です。それが今も意味ですね。意味は、絶対の存在ですね。これはソビッツ、これ絶対の存在。その絶対の存在の栄光が持つ光を我々は瞑想します。もう一回言います。絶対の存在の栄光が持つ光を我々は瞑想します。この地球、これが地球、ブ。それから、ブバ。天国と地球の真ん中の場所はブバ。サフは天国。そこの地球、天国、地球、この地球、天国、地球と天国の真ん中の場所は、絶対の存在から出ました。その存在を、どうか我々の心を照らしてください。我々の知性を導いてください。その本当の意味です。皆さん大丈夫ですか？もうちょっとゆっくり書きたいですか？あ、じゃあ OK、行きます。絶対の存在の栄光が持つ光を、絶対の存在の栄光が持つ光を我々は瞑想します。我々は瞑想します。大丈夫？この地球、天国、地球と天国の真ん中の場所は絶対の存在から出ました。絶対の存在から出ました。その存在をどうか我々の、例えば死を同じ存在をどうか我々の心を我々の心を照らしてください。
照らしてください。我々の知性を導いてください。これはちょっと説明みたいで、その意味です。ちょっと分かる、大丈夫ですか。ちょっと読んでください。何を書きました。絶対の存在の、マイク使ってください。マイク。絶対の存在の栄光が持つ光を我々は瞑想します。この地球、天国、地球と天国の真ん中の場所は絶対の存在から生じました。その存在をどうか我々の心を照らしてください。我々の知性を導いてください。 OK、 大丈夫ですか。 OK、 そのモントロはガヤトリモントロ、とってもとても人気です。もう一つモントロは守るのモントロ、それがこれモハムリットンジャイモントロ。名前聞いたことありますか。モハムリットンジャイモントロ、いつも守るの時、困った時、危険の時と信仰がある人はそのモントロをずっと唱えてますね。そのモントロはそう言います。皆さん大丈夫ですか。
これは最初言ってます。トランヤカンヤジャーマヘンスガンディムプシティバーダナムウルバールカミババンダナムリットムクシアマームリタッ。OK、今少しずつ唱えますか。皆さん繰り返してください。トランヤカンヤジャーマヘンスガンディムプシティバルタナムウルバルカミバマンダナムリットムクシアマムルタッ。どうぞ一緒に。トランビアカン、どうぞ一緒に。トランビアカン、ヤジャーマヘン、スガンビン、プシティバルハナム、ウルバルカミバ、バンハナ、ミットル、ムクシア、マンブタ。トランビアカン、ヤジャーマヘン、スガンビン、プシティバルハナム、ウルバルカミバ、バンハナ、ミットル、ムクシア、マンブタ。マンブタ。それが、これです。これが特別な、これ、発音は、トランバカムヤジャマヘスガンディムプシティバルダナム、ウルバルカミバ、バンダナン、ムリットルモクシアマムリタータ。それが特別な。トランバカムヤジャマヘスガンディムプシティバルダナム、ウルバルカミバ、ウルバルカミバ、バンダナン、ムリットル、ムクシアマン、ムリタート。それが本当の伝統的な、これ、発音のやり方。今、意味ですね。意味は、我々は、ね、意味。我々は、どうぞ書いてください。我々、あ、じゃ最初ちょっと言ってください。後で書いてください。私は、超越の状態を知っている神様を礼拝します。神様、あなたはすべての繁栄を与えています。熟した果物が木から落ちるように、私を死の束縛から解放してください。不死であるという自分の本性を忘れませんように。そうですね。今、くるくる言います。書いてください。私は、この、言ってみよう。そうそう、それは、ちょっと名前書いてみよう。前はガヤティモトね、ガヤティモトわかりますね。ガヤトリ、ガヤトリモンド、前のオンブルフはガヤティモトですね。OK、それ今ちょっと書いてください。私は、どうぞ。私は、なの、今書いてください。超越の状態を知ってる、超越の状態を私は超越の状態を知ってる神様、知ってる神様を礼拝します。知ってる神様を礼拝します。私は超越の状態を知ってる神様を礼拝します。OK?
次は神様、あなたはすべての繁栄を繁栄を与えています。神様、あなたはすべての繁栄を与えています。次は、熟した果物が木から落ちるように、私を死の束縛から解放してください。次は不死であるという自分の本性を忘れませんように。書きました？言ってください。私は超越状態を知っている神様を礼拝します。神様、あなたはすべての繁栄を与えています。熟した果物が木から落ちるように、私を死の束縛から解放してください。不死であるという自分の本性を忘れませんように。そうですね。それもとてもとても人気です。インドで。モハムティンジャーね。モハムティンジャーね。ब्रह्मकम् यजामहेश्वरं शिवार्थम् उर्वारुकमिव मन्थना पित्तो मुक्षमामृतात्। それからマントラは、これミツシュリのマントラをあなたに今ちょっと知らせました。一つは自分の本性理解のマントラ。ね。それからもう一つは自分の神聖になるのマントラ。ガイトリマントラ。もう一つは危険の時、困った時、そのものを守るのために、モハムティンジャーモントですね。で、それともちろん、そのモントで、シボの礼拝も、これ本当、いつもシボ神様に、シボ、神についてそのモントを使ってます。シボ神。シボ神の礼拝も、そのモントで礼拝もできてます。シボね、シボ神の礼拝、そのモント。そう。そのモントで、シボの礼拝もできます。そのモントです。それで今はそれベドのモントラ伝統的でもっと言ってますから、それの次は何だ、トントラな、ヒンズー教の聖典の歴史的で一番最初はベドです。ベドの後はこれジョジシ、ラマヤのマハーバラトとプラーノね、それありました。例えばビシノプラーン、バゴバトプラーン、いろいろ。それの次はトントラありましたね、トントラ伝統的で。とトントラとサンクのプルシャプロキティの結構似てます。なぜならトントラのシーバーとショクティ、それありますね。とブランマンとマヤ、大体同じことです。とブランベードのブランマン、サンクの一番最初の哲学はサンクですね。プルシャとプロキティ、ベードのとブランマンとマヤ、それからプラノのクリシナとラダ、それがトントラの時シーバーとショクティ、ドゥルガーとシーバー、それの結構そのイメージを出てます。とそのトントラの時モントラはちょっと新しいモントラをやる形を出ました。それは何ですか？さっき言いましたが、みんなはオーム、オイン、リン、クリン、クリン、ゴン、みんなはシードモントラ、ビジョンモントラですね。それと神様の名前合わせます。トントの時。と神様の名前だとシバ。とそれ合わせの何をします？
例えば、オン、ナマ、シバーヤ。ナマ、仏と、ナモアミダ仏ですね。ナモアミダ仏と同じナモ。その同じナモは、インドから先、前に言いましたね。サンスケ、ナマから来ました。と、オン、ナマ、シバーヤ。オン、ナマ、クシナーヤ。同じ感じで。ですね、神様の名前。その感じで、オン、ナマ、ジシュクリシタヤ。そのもんと作ることができます。オン、ナマ、ブッダヤ。その作ることができます。と、それは、しかし、自分で作るあまり本当は作らないんですね。本当は悟って今これそれ本当になりません。本当はそのモントを唱えて悟りますと、それ本当モントにモントになりますと。言葉だけ作ってモントになりません。と詩人ではないんです。詩人いっぱい作ってますけれども、と詩人とこれ聖者悟った人が違いますね。とそれを言うことは言葉とこの作ることができますけれども、本当はトントロの時、一つはビージョマントラ、それがこれ昔ずっとベーダのモントラ王もありますけれども、トントロのこれ実践の時、その実践の聖者は人はこれ実践の時、自分の心でいろいろ新しい神秘的な音も出てました。音節も出ました。音節。その後、新しいシードモントラになっています。ただ、ベーダのシードモントラはオームですね。オーム。しかし、トントラに入りますと、トントラのそういういろ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 シードモントラ、例えばさっきのですね、リーン、クリーン、オイン、それはベーダの時なかったです。ですね。で、トントラの時、それは一つは何が特徴？それから、ベーダの伝統的なビージョモントラ、オームだけではなく、それと、オーム、後でビージョモントラ言ってます。ベーダの時、オーム、ビージョモントラ、シードモントラ言わなかった。種ね、種のモントラ言わなかった。普通、いっぱい使ってましたけれども。トントラの時、それ、オームはビージョモントラ、種のモントラを、その言葉を使ってました。しかし、オームだけではなく、新しい、その種音節も始まりました。みんな、本当さっき言いましたね、普通の祖祖的ではない、とても深く、ね、礼拝の時、神様の瞑想の時、そのモントラは、そのビージョモントラは、その悟った人、その実践する人、まあ、悟った人の心の中に出てます、現れてます。それでビージョモントラになりました。とそれと、もう一つ何ですか、トントラのモントラ特徴なんですか、一つはビージョモントラ、一つ部分。もう一つ部分は神様の名前ですね。それからまたナマ。その感じで先、オンナマクリシナヤ、オン例えばオンナマシバヤ、それはトントラの時、そのモントラは始まりました。ですね。どうして名前出てました？今がその話ですね。どうしてモントラの中に、例えばベーダの中にそのモントラなかった、名前なかったでしょ？例えば先言いますとですね、それがプッツはオンブルブバーサータ、神様はないです。オハンブラマスミ、オンスワハン、何も神様はないです。しかし、トントラのモントラの時、今ほとんどイニシエーションありますね、イニシエーション。でイニシエーションのほとんどトントラの伝統を使って、本当は従ってます、ね。トントラのモントラの伝統。トントラのモントラの伝統。それは、それ。トントラ、モントラ、デント。それです。それで、それは今ほとんどそれは従ってますんですね。例えば、オングナマ、シバーヨ。どうして神様の名前？それが面白い。神様と神様の名前が一生その考えてます。とても論理的。どうして論理的？皆さん、名前と形は、これ、離れることできますか？分けることできますか？できないですね。例えば、もし、これ、ある人の名前いますと、例えば、なんとかなんとか、3、いますと、その人の名前と形、一緒に名前いますと、その人の形、その人の形、あなたを思い出しますよ。それではないですか？例えば、花梨先生。と、花梨先生います。と、花梨先生の名前
いますと花井先生の形も現れます。そのことを考えて、人の形と人の名前は切り離さない。分かることできないんですね。一緒。そのことを考えて、名前と人が一緒です。ですね。で、例えば、あなたは皆さん寝てます。例えば、4人寝てます。4人寝てますけれども、もしその4人の中にあなたは、例えば佐藤さんいます。佐藤さん、あなた呼びますと、佐藤さんだけ起きます。ですね。なので私、我々自分と自分の名前は同一しています。それではないですか。自分と自分の名前、ね、同一しています。名前出ます。例えば、新聞であなたの名前出ますと、とても嬉しいです。なぜなら名前、本当は名前だけです。なぜならあなた同一してますから。もちろん、あなたはいろいろアチーブメントなんですが、成功の関係で、もし失敗の関係で、もし名前出ます。クライムなんですか、犯罪の関係で、もし名前出ますと恥ずかしい。両方面白いよ。両方はドイツします。ですね、良いところもドイツしてます。悪いところもドイツ。一応名前だけでしょ。名前だけで、なぜなら名前と私はとっても同一していますから。と神様も同じことです。ね、と神様の死亡、そのことを唱えますと、本当死亡の形は現れます。その感じで、それが理由 で、神様の名前を言いますと、神様につながっている状態が出ます。なぜなら、神様は知っています。ね、我々は例えば、もしあなたの呼びますと、例えば遠いところまであなたもし呼んでも、あなた本当に近くいますと、あなた聞くことできますけれども、遠いところに行きますとこれ聞くことできないんですね。で、神様はそれではないんです。神様は普通の人はそれで力ありますね。これ聞くの力の限度ありますね。聞くの力、神様の聞くの力はない、限度はないんです。だから神様は偏在、もう一度神様は全能です。全能全知ですから。とそれが面白い一つは、あるイスラム教徒、イスラム教徒はこうとっても大きな声でアッラー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 呼んでました。アッラーアッラーアッラーとっても大きな声で、そう別の人聞いて、どうしてあなたは神様のそんなに大きな声で呼んでますか。なぜならそれいらないです。なぜならどうしていらない。アリ知ってますか。アリ、アリもし歩きます、その音我々は聞くことできますか。できない。神様はその音も聞いてますからね。神様はアリの歩きの音も聞くことできますから、あなたはそんなに大きな声でアッラーアッラーアッラーいらないです。小さい声でも神様を聞きますわかりました。それです。それであなたはもし小さい声で心でもオムノモシバヤオムノモシバヤオムノモシバヤ唱えますと神様わかります。それが人間と神様、それが違いますですね。でそのことを考えて、ビジョンモントの中にそのモント神様の名前入っています。なのでその神様にそのモント入っています。唱えます、オムノモシバヤオムノモシバヤ、死亡はご存知です。そんな感じで死亡と私のこれはつながっている状態です。それもう一つ面白いちょっと話あります。どうして神様と神様の一生です。その物語は、例えばスケールありますね。スケール上、これ重い重い、あ、はかり、そうそう、はかりの2つサイズありますでしょ。はかりの2つサイズ、普通の店の人の、昔の店の人はありますですね。例えば金どれぐらい重さ、
それのためにこれ一つ何がメジャー何があります？重り。それを入れて分かります。どれぐらいが重さ？重り、重り。それである時、スリキシュナの、スリキシュナのお誕生日の時、スリキシュナの奥さん考えました。で、スリキシュナの同じ重さ。で、我々その金、同じ重さ、それぐらい金、皆さんに配ります。寄付をされます。寄付をあげます。寄付。と、寄付をします。そして、スリキシュナのこれ、はかり、はかりのワンサイド、何が、ワン、片方の、え？天秤の片側に。片側にスリキシュナに立っていました。で、同じ別のサイド。で、それは金、いっぱいいっぱい金。で、これ、向こうに置いた、いっぱい。ですけれども、キシュナいつもとてもこれ重い。いっぱい金投げても、それが同じくなかったです。千円も同じ重さはなかったです。そしてキシュナの奥さん、クイーンが困った。どうしよう。いっぱいあげても、いっぱいあげても、それがいつもキシュナは、それが重さももっともっと大きい。その時、他の信者は、これ言いました。神様の金でこれ計り金の計りで同じ重さは全然できないです。同じ重さになる全然できない。どうしようと、一つとても神聖な葉っぱあります。トゥロシーって言います。聞いたことありますか？トゥロシー、いつもヴィシュヌ神様、クリシュナ神様の礼拝の時に使ってます。ね、クリシュナ神様。ヴィシュヌ・ナラヤの神様。あなたは、それ葉っぱ一つ持ってください。葉っぱの上、サンダルウッドペース、サンダルウッドかね、サンダルウッド。サンダルウッド。わかる？サンダルウッド。何？白檀。白檀で、サンダルウッドペースト。作って白檀でキシュナの名前書いてください。みんなこれ金のこれゾーン溶けてそれだけ置いてくださいと、そうしましたら本当同じくなりました。キシュナの重さとキシュナの名前、それ一つ面白い物語です、ね、物語ですけれどもとても論理的です。さっき言いました、我々と我々の名前は我々切り離すことできないんですね。分けることできない。神様はそうしています。神様は自分と自分の名前同一していますから。で、それで、モントの中にその神様の名前入っています。オンノマシバーよね。オンノマクリシナーよ。そういういろいろモントはそれがいいです。ですね。それから、これ、もちろんこれがモントのそれがやり方、どのようにモントを作っています。でも一つモントはオウムですね。さっき言いましたね、オウム、ビジョモント。どうしてオウムはとてもとてもいっぱい使っています？なぜならオウムはとてもとても神聖と普遍的な音節です。そのモントそのビジョンモントラはとてもとても何が普遍的と神聖な音節。どうして音節？三つの文字を合わせて作ってますから。あ、う、ま。あ、う、ま。どうぞ。あ、う、ま。それ一緒に唱えますとだんだんオウムになります。どうぞ一緒に。あ、う、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 それです。ね、あうまですね。ね、消しますか。どうぞ。
本当はサンスクリットでオウモ、しかししょうがないですから AUM 使ってます。ね、ローマ字で。本当はサンスクリットでオウモですね。とそれはもしローマ字で書きますとそれ以外と他の方法がないんです。けれども日本語でしますとちょっとオないですね。あーあります。小さいあーですね。それからウありますね。ウあります。もうもあります。しかし、もう言ってますね。うん、しかし、本当はサンスクリットがあうも。それ、3つの文字で、これが最後に、あうんですけれども、もっと簡単にすると、おうんになります。おうんですね。おうん。で、今は、どうして、この文字はとても普遍的、神聖だけではなく、基本的です。ベーシック、基本的わかりますね。基本的書いてください。基本的、普遍的と神聖、3つ。基本的、普遍的と神聖。どうして基本的？それも説明しています。で、皆さんは例えばこれ一番最初をもし私は音を出ますね。音はどこから出ます？中から出ますね。お腹から。お腹からどのように出てます？風出ます。それじゃないですか？風。そう、風出ますと、ちょっとこのマスがありますね。ちょっとマスプレス。プレス。プレスして、その音を出ます。その風出ますと、音出ます。わかりますね？それは中から風出ます。その時、このマスちょっとプレスしますと、一つ、サウンドも何のサウンドだろう、このサウンド出ます。これはベーシック。何も別の、特別の何がしなくて、やり方何もある。プッツで、ですね。それとても基本的。次は、それをまた進めます。上がります。ね、その音ですね。上がりますと、口の中に、その音が、おーになる。あーおー。あう何も別のやり方何もしないで。あう、ね、口の中にその音はうになります。あう。で、最初は何ですか？どこから出ます？口から出ます。口から出ます。その風。で、その時は、あう、あう。そうですね。その喉から出て、口の中に上げて、上がって、それから最後、これ喉から出て口に終わります。と、あうん、あうん。その感じで、そのが3つの音はとても基本的です。それがそのオーマー、すべての人間、インドだけではなく、すべての、世界のすべての言葉の基本的な発音のやり方はそれです。あうん。そして私言ってます、とても基本的です。音について。そう、すべての人間の言葉、文章すべては、ヒンズー、ヒッポリ、英語、日本語、サンスクリット語、すべては同じベーシック。オウモ、オウモ。それの中にもちろん、パルミューテーション、コンビネーションでいろいろでまた新しい、これはサウンド出てます。例えば、カークーマ、みんなベース。それ基本的は、オウモです。オウモ。それから、とても今、シンボル的です。さっき今何を聞きます、言いました？一つは、これはベーシック、基本的言いましたね。ともう一つ何ですか？普遍的。どうして普遍的？なんかそのオウムが、一つの意見で、キリスト教のアメンになりました。アメン。で、キリスト教いつもこれ、サルモンの後、最後にアメン言ってますね。アメン。と、あれをシャンティ、シャンティ言ってます。キリスト教の、これ、例えば、神父。それは、サルモンの後は、アメン。そう、このオウムが、アメン。あ、イスラム教のそこで、アミンに言ってます。アミン。そう、オウム、アメン、アミン。本当、源がオウムです。そのことを考えて、普遍的です。ですね。もう一つ何ですか？シンボル的。とってもシンボル的ですね。そう、あとでいろいろ考えて、とてもシンボル。例えば何ですか？
アーは、ね、祖造。アーは祖造、祖造の神様のシンボルです。祖造と祖造の神様のシンボルです。アー。ウーは、イジと意地の神様のシンボルです。ウー。マーは、これ、破壊と破壊の神様のシンボルです。オン合わせては絶対の真理のシンボルです。これ面白い。大丈夫？とオーはまた言います。オーは祖上の神、祖上と祖上の神様。ウーは意地と意地の神様。マーは破壊と破壊の神様のシンボル、別々。合わせ、音節になりますと、絶対の真理のシンボルになります。ブロンマン。オウムがブロンマンのシンボル。もう一つは何ですか？これ、オウは地球。それから、ウは天国。な、ウは、モアは天国。あ、ウは天国と地球の真ん中の場所。もう一回言います。アは地球のシンボル。モは天国のシンボル。ウは天国と地球の真ん中の場所のシンボル。場所について。今またもう一つ何があります。それからアはこれ目覚めようの状態のシンボルです。あ、目覚めよう。目覚めた。目覚めた状態。ですね。ウは夢を見る状態が「う」。「も」は深い睡眠の状態。あ、「オウム」は超越の状態のシンボルです。わかりました？オウムは超越の状態のシンボルです。もう一つは「オウ」はリクベーダ。ウは三ベダ、ヨジュは、ヨジュ、サムユ、マはヨジュベダ。それもいろいろありますですね。で、今は、大体わかりましたね。どうしてはシンボル的言ってます。あ、神聖、どうして神聖的なぜオウンと悩ますと、本当は綺麗になる、心が綺麗になります。そしては、皆さん、それをモントを唱えてます。と、一つモントだけは説明しました。今、どうしてリピーテーション必要で、どうして繰り返し繰り返し、モントは、どうして繰り返し、どうして一回だけでは十分ではないですか。いつも言ってますね。イニシエーションの時、後で説明します。イニシエーションの時、グルーは言ってます。で、あなたは少なくとも108回。知ってますか ?108 回唱えてください。繰り返し。どうして一回言ってない？どうして少なくとも108回？もっともっともっといいですけれども。なぜなら我々の今の状態は何ですか？とても世俗的な状態です。世俗的な状態はもし変化したいなら変えたいなら何回も我々の中にこれ神聖なバイブレーションを入れなければいけない。そうしないと我々はとっても深いですね。我々のこれ潜在意識の中にも我々はいっぱい汚いものもあります。とそれはどのようにコントロールします？皆さん、例えばね、の我々の心を、普通の心の意識、きれいに考えますけれども、しかし本当はきれいですか？それではない。それ時々我々はすぐわかります。我々超意識の中に、超意識な、それ潜在意識の中に、結構汚いもの、結構否定的なこと結構あります。それからどのようにコントロールします？それ一つは皆さんの混乱です。ね？なんです。普通の意識のこと大体コントロールできますけど、心のコントロールできますけれども、潜在意識をどのようにコントロールします？どのようにきれいにします？一つやり方はモントロ唱えます。モントロ唱えますと、だん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 そのモントロの波動を中に入ってます。意識から潜在意識に入っています。潜在意識に入ってだんだんきれいになります。と皆さん、それが一つ大きいな、これ芸人は
それは何、それですね。それでなぜなら、さっき言いましたね、例えばインクポット、インクポットありますね、インクポット、インク。何が？インク壺。インク壺、壺。インク壺。インクポット。昔あります、最近全然なしですね。でも元、例えばとても汚い、もしあなたはそれをきれいに、きれいして、別の目的に、別の方法でもし使いたいならどうしますか。何回も何回もきれい水を入れますでしょ。何回も何回もきれい水を入れますと中の汚いものだん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 きれいになります。どうですか。その方が論理的ですか。それの一つ方法なんですか。それとっても汚くなりますから、何回も何回も何回もきれいものをきれい水を入れて、また出して、またきれい水を入れて、また出して、だん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 本当きれいになります。なぜなら、インクポットの本当の本質はきれいです。汚くなりましたそれは一時的な状態です。わかった？我々本質はそうです。本当は我々本質はきれい。ですけれど、マヤの影響でちょっと汚くなりました。本当本質ではないです。本当本質だったらきれいはできないんです。ね、本当はインクポットが本当暗いだったらできませんです。と本当はきれい、インクポットの中にインクを入れる前、きれいでしたでしょ。このグラスとてもきれいでした。It was very transparent, very clear. 後でずっとその中にインクありましたから汚くなりました。その状態は永遠ではないんです。永遠の状態はきれいです。ですね。それは本当はマヤの影響で我々心は、例えばここの意識とこれ潜在意識は汚くなりましたけれども、永遠の状態ではないんです。それでまた永遠の状態、きれいの状態どのように戻ります。またその感じできれい水、モントラがきれい水みたいです、ね、モントラきれい水、何回も何回ものモントラ何回も唱えれば唱えて唱えて唱えてだんだんだんきれいになります。意識だけではなく潜在意識もきれいになります。その時本当は私はきれいになります。そうしないといつも矛盾、外はきれい中は汚いその状態は本当に良くないですよ。でも矛盾ですね、矛盾出てます。中は外はきれいですが中はそんなにきれいではない。それのためにモントはそれで何回も何回も何回もそれが原因です。どうしてモントラを繰り返し繰り返し唱えなければならない？それが理由です。ですね。さっき言いますの、我々の中にとっても世俗的な、これいろいろ、とっても深いです。どれぐらい深い？それも理解は我々できてないです。どれぐらい深い？そしてそれのきれいは簡単ではないんです。しかし、できます。無理ではない。一つ大きな方、モントラは繰り返し繰り返し唱える。それがモントラ。ですね。それが理由です。それから、そうですね。もう一つどうして、それから、さっき言いました、繰り返し。しかし、一つ言ってのは、どうして108回。それ仏教の中にそのありますね。その108回のこのアイディアありますね。例えば数珠ありますね、108。どうして108？そのいろいろそれの説明あります。私一つ簡単な説明します。皆さん興味ありますか？あります。ある？はい。あ、ない？あります。ないと止めん。あ、じゃあそれ108回、一つは100は全体のシンボルです。100、絶対のシンボル、コンプリートネス、ホールネス、フルネス、これは100。それからもう5つは要素、5つ要素ね、エレメント要素と要素と、そう要素は例えば皆さん知ってますね、とこれキティオプテージモルボン、キティだと地球、オープが水、テージは光、これが風、例えばエタール、アカーシュ。
それが要素ですね。5つ要素。大丈夫ですか？それが105。もう3つは、それ1つは太陽。スキー。あ、自分の魂。わかりますね。わかりますね。それが108と、これ108か、100は全体のシンボルです。100全体性 completeness。100全体 of whole or full これが100。 I は要素。要素ですね。要素、さっき言いましたよ。要素何が、それもう一つは、一つはこれが、これ太陽。あ、IYO 太陽、太陽、あ、IYO。 それがもう一つはスキー。もう一つは魂、内なる自己、アートマン。それ一つ考えて、太陽とファイア、キー、そうあります。OK、それが考えてことです。それが108。今、これモントラの隣のやり方、それ4つあります。一つはバーチカ、大きな声で。ね、例えば、そんなに大きな声で、例えば普通の声で。で、例えば、オンノモシバーヤ、オンノモシバーヤ、オンノモシバーヤ、それがバーチカ。ね、バーチカ。大丈夫ですか？どうぞどうぞどうぞ。リオ、ワイダリオ、ワイダリナテスミニ。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 ワイダリナでしょ、マッチからは OK。 それが一つはバーチカ、バーチカ。もう一つはウパンシュ、バーチカム、さっき言いましたね。ちょっと声、少し小さい声、ちょっと声、普通。例えば、オンノマシワのその名、それが皆さん聞こえます。ね。発音が他の人、そのモントを唱えます。他の人、聞こえます。それがバーチカ。ウパンシュ何ですか？小さい声で、口で、他の人聞くことできないんです。ね。それ小さい声で、オンノマシワ。ウィスパリングなんですか？ささやく。それで、とても小さい声。それがウパンシュですね。ウパンシュ。とても小さい声で、とけてく口だけで、ウパンシュ。もう一つはジホバ。それは舌。
全然口は動かない。しかし中に舌が動きます。舌わかりますね。それもできます。モント皆さん知ってる人、実践知ってると分かりますね。これ口でも出なくても口も動かない。しかし舌で、もう一つその、これがジホバ、もう一つその何も動かない、肉体的何もない、心だけ、ね、心でモントとなります。それがマノシト、モノス、モノスがマノスが眉ですね。マノシコ、空気見えない？マノシコ、マノシコ、ちょっと今ですね。まあモノスから出てます。モノス、マノシコ。何がともさん、ともちゃん、何が笑ってます？あ、じゃそれでわかりますね。それと四つの一つはやり方、一つはもういきます。ちょっと少し聞こえます。次はウィスパリングだけ、口だけ。それ次は舌動きます。もう一つは心だけ、何も肉体的で何もしない。今どちらがいいとちょっと大きな声で皆さん聞こえます。それが普通です。それよりちょっといいはこれ口で、もっといいは舌、一番には心です、うん、といつも聖典の中にそのことをとっても褒めてます。で、心でできるだけ心でジョップしてください。どうして、なぜなら皆さん分かります。どこでも心でもしジョップしますとどこでもできます。例えばあなたは外に、中にいます、外にいます、関係ないですね。それからあなた仕事あるは仕事ないも関係ない。仕事しながらもそのモントできます。あとバスできます、電車できます、その時もモントできます。しかしそれは例えばバーチカ、バス電車で行く時、それはできないですね。ね、もし突然あなた、オンノモシバ、皆さん何も言わなくても考えます、変な人ですね。それのために一つはできるだけ心でしますと、どこでもいつでもできます。それのためにも。しかし、バチコは全然いらない。それ全然ダメです。それではない。時々必要です。例えばいつ必要です。だって心とても落ち着かないです。それも状態ありますね。とっても落ち着かない。その時、例えばあなたそのモントロ、モントロはイニシエーションのモントロは普通のモントロ、2つあります。同じモントロ、イニシエーショングルーからもらったもの、モントロ、あ、それからあなたはどこ、来たことある、あちこちから。そのもんと聞いたことありますと、あなたはこれだけ、他の人聞いても構いません。しかし、グルからもらったもんとは絶対他の人を、これ、聞かせてはいけない。それが本当はとても秘密ですから。もし、グルからイニシエーションを受けたもんとは、誰、例えば周り誰でもいない。そのちょっと気をつけて、ちょっと大きな声で唱えますと、それを心はだん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 静かになります。あ、もし、グルからその受けたモントロがないと構いません。でしかし、バチコモントロ、その唱えは、本当はこれも時々必要です。その感じ、その時。わかるね。心とても落ち着かないの時、落ち着かなくなりますと、ね、バラバラ、こことてもこれなりますと、その時心静かになるのためにちょっと声で、なぜならもう一つはあなた唱えます、あなたも聞きます。それも一つ理由です、ね、二つ感覚、一つ感覚で言ってます、もう一つ感覚で聞きます。それもちょっとインパクトあります。ですね、
そのスペシャルのシチュエーションというその特別な状況の時、バーチコは OK です。もう一つはグループチャンティング、一緒に唱えます。例えば、オウム。その時みんな大丈夫ですよ。オウムのも芝居。その時とてもいいです。自分のために、それが観光、環境のために、そのアトモスフィアのために、それとてもいいです。そのシステムもあります。グループチャンティング。その時もちろんバーチコが結構です。しかし、それは何の時、普通の本当は自分のイニシエーションの、まあ、イニシエーションの時受けたモントは、できるだけ心で一番に。もう一つ何ですか、なぜなら心でやりますと、それが、これ、いろいろ、これの結果あります。それちょっと後で言います。何がモントロの結果、何が出ます。少し後で言います。それからもう一つなんですか。インディビジュアルチャンティング、グループチャンティング。一人で一緒に、それもあります。あとではカウント、どれように飾ります。数える。どのように数えます。それのいろいろ方法はあります。でヒンズー教の考えで指で、ね、ヒンズー教の伝統で指でこれ数えてます。100、それから8。もう一つありますジュズ。ジュズも使ってます。それもあります。ジュズもとて時々108のあります。と時々54もあります。54し2回しますと108になります。なので108と時々ジュズはちょっと長いですから、ね、それちょっと難しい。その時そのロザリも使ってます。例えば54、54で2回しますとで108になります。でいろいろ方法あります。それがこれ数えるのやり方ですね。それからそうですね。前何がありました？これ瞑想のこれジャポンの時。そのモントの意味も主張して考えながらジャポンしますと、これは結果がもっと大きくなります。その関係で瞑想しながらジャポン、どっちでもジャポンしながら瞑想、同じことです。わかりますね、うん、モントを唱えながら瞑想、瞑想しながらこれモントを唱える。結果が同じです。しかし、唱えるだけで、さっき言いましたね、もし心はあちこち動きますと、あまり結果出ない。それはとてもとても、どうしていっぱいとて人も結構あります。長く、長年、モントを唱えてます。長年。だけで毎日何回も。ね、例えば2時間、3時間。ですけども、あまり進んでない。どうして？大体、レベルが大体同じ。前のレベルと10年、20年の実践してもあまりレベル上がらない。大きな原因はモントラを唱えながら心で買い物、スケジュール、仕事、食べ物、飲み物、それであまり結果出てない。それが大きな原因。長年の信者、しかしレベル上がらない。長年の信者ですけど、どうしてレベル上がらない？大きな原因はそれです。それは間違い、時々考えてます。OK、もし1万間、1 million time、1 day 1 lakh、10万回、10万回と結構神聖になります。間違いです。それではない。大事はどの主張をして、モントを唱えますと唱えません。これが基準です。それが基準。ですね。で、今はイニシエーション、イニシエーションの普通。それをとても大きな一つは、です。一つ大事は、モントいつも変化しない、変化しますと良くない。コンソオンノマシバヤ、次の主オンノマクシナヤ、次の主オンノマジシュクシタヤ、
次の手話をのだ。それ一つ大きな問題。自分でモントを決めますと、それも問題です。ね、いつも混乱でます。あまりそんなに結果出ないと、OK、ちょっとモントの問題ですから変化しましょう。今いっぱい筋もあります、本もあります。OK、それもちょっと結果出てないから、ちょっと出てしまう。また1ヶ月少し、あまりが、超能力力力あまり出てないんですから、別のモントロがいいではないですか。OK、しましょう。考えましょう。また1ヶ月で、もうあまり結果出てない。OK、またしましょう。それは大きな問題です。自分で決めますと、もちろんできます。ですけれども、一つはいつ混乱の自信はない。それで言います。それのために、ヒンズー教の伝統で、とってもとても大事は、グルーからイニシエーションが大事です。グルーはあなたの見て、ね、私伝統的、あなた何をします、あなたの考え。私伝統的なことを言っています、ね。あなたのために助言何もしてない。私は伝統的なことを言っています。何が問題です、言っています。で、一つ大きな問題はそれです。ですね、それはグルーからモントをもらいますと、まあ、きちんとそれがずっと続きます。グルーいろいろ考えて決めますから、そのモントがしてください。一つ、もう一つは大きな原因は、本からもちろんモントを書いてますね。今最近インターネットいっぱい、何が違います、グルーからモント。なぜなら、グルからモントは、そのモントを唱えて悟っています。人は悟っています。その悟った人から、そのモントを自分の、グルは自分の弟子に教えます。その弟子はまた後でグルになります。その感じで、そのモントとモントの力、一緒にイニシエーションを受けた人の中に入っています。とっても神秘的に。それは普通の説明で分かりません。これは正しいです。普通はあなた本から聞いて勉強して、CD から聞いてできますけれども、それはできない。絶対できない。それのためにヒンズー教の伝統は絶対グルーからイニシエーションが受けた方が一番いい。わかりますか？その原因で。その関係で我々ラムキシュミッションの、私はちょっと話しますね。ラムキシュの伝統。で、我々はいろいろ、インドでいろいろ宗派ありますね。ヒンズー教の宗派、いろいろ。と、我々の宗派、これ伝統的は、それ、例えばあちこち、日本でもそのシステムあります。イニシエーション受けますとお金必要です。1万、2万、そのシステムもあります。そうしないと、モントを上げることができない。と我々の伝統でそれは何もない、お金も関係ない。一つ、もう一つは我々のイニシエーションの時と、これはイニシエーションの後は何も、それから他の神様尊敬は良くない、他の例えば礼拝の場所に行くは良くない、全然そのことよりは言わない。もう一つですね、なぜならとても普遍的ですから、我々は神様のこれ信仰のだけ、信仰の数だけ道がある、信じてますから、全然そのこと言わない。もう一つは、ただある宗派の中にイニシエーション受けますと、例えばこれ、ベジタリアン食べなければいけない、それもあります。と我々のそれもないです。これは自由はあります。ですけれども、もちろん、これは何の食事、あなたの体のために良くない、それはそのこともちろんあります。それ自分でそのことを考えて、あなたは食事をされてください。そのことです、我々の。ですね。と、もう一つは、これですね、我々のこれ、イニシエーションの時、もうちょっといろいろ助言ありますけれども、それがラムキシュミッションの、これのイニシエーションの、ちょっと少しだけ私は、伝統が言いました。それから今これイニシエーションの
これインシェナ、そのマントラの序本しますと何が結果出ます？今少し言います。一つはこれ実践実践実践必要です。時々ですね、時ね、時と一つは信仰と実践、二つ必要です。モントロを唱えるの時、信仰はないとあまり何が結果出ない。もう一つは実践しないとも結果出ない。なぜならモントロはとてもいいですけれども、例えば考えてください。あの 屋根ありますね、種と種も植えますと、すぐはこれ木が大きくならないですね。例えば何があります？キウイ何年？桃クリ桃クリ3年柿8年マンゴー20年それのことを皆さん時々その間違い考えわさい、ね、私の経験あります。おモハラジイニシエーション欲しい、イニシエーション欲しい、オッケー待ってください、なすぐ欲しいですけれども、そのイニシエーションの後あまり実践してない、ね、それとあまり意味ないですね。ともう一つはすぐどうして結果出てない、それもありない。結果すぐ出ない、それをたまにちょっとちょっと先の信仰と忍耐必要ですね。忍耐を信仰、それありますと絶対結果出ます。何が結果出ます？最初はですね、そう最初は何が、これモントロとモントロの唱えるのが結果について今ちょっと話します。皆さんとってもとても大事です。最初はモントロを唱えますと否定的な考えは止めます、抵抗します。人いつも知りたい、どのように我々はストレス、どのようにはこれなくなります。ストレスは何ですか？否定的な考えではないですか？心配、ストレス、いつも否定的な考えですね。そう、私は考えたくないですけれども考えはずっと続けてます。それが大きな問題ね。と最近はこれ伝染病は一つは今ストレス、否定的な考えで、皆さん一番知りたい何、どのように止めます、抵抗します。薬を飲みますと心は鈍くなります。それが問題です。もちろん薬を飲みますと結果出ます。ですけれどもだん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 心は鈍くなります。鈍く良くないです。そして一番方法なんですか？肯定的な考え。否定的な考えは止めたい、止めたい、でも止まらないです。それのために肯定的な考えは大事です。と肯定的な考え、一番一つ大きな例はモントラです。わかりました？その時もし例えば否定的な考えが出ますとモントラを唱えてください。これはタルモスタックみたいです。タルモスタックわかりますか？タルモスタック、レフリジレーターの中にこれありますね。これ U、これタルモスタット、日本語なんですか？温度調節あります。タルモスタ知ってますか？タルモスタ、レフリジレーターです。冷蔵庫の中にあります。それだんだんのちょっと熱くなりますと、またそれコントロールしてます。と同じジョポンは心の中にはタルモスタットみたいです。ジョポスタット、ジョポスタット、ジョポスタット何ですか？と否定的な考えが出ます。出るの可能性の時始まります。オムナモシバーヤ、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 ね、私は言ってます。ジョポスタットとタルモスタットが熱数のコントロールしますね。熱数、テンパレチャー。ジョポンスタットは何ですか？ジョポンは否定的な考えるとき、
それは心はそれと止めのために止める止まるのために始まります。だけではなく、これ超越の時、誘惑の時、誘惑テンプテーション、誘惑挑発するプロボケーション、それもジョポスタット、わかりますね。それがジョポンのとってもとても良い方、良い結果ですですね。と一つは何言います？否定的な考え止める、それから関係ない考え、ストレスの考え、みんな止まるのために、これモントラとってもとても助けます。モントラとっても、私自分の経験から言ってます、創造的じゃないですね。しかしそれのために前から実践しないとできないんです。そのために毎日毎日実践するのが必要です。もう一つ何言いますか？これは先言いますね。これ誘惑と挑発の時、そうします、その除去用の可能性の時、それは先言いますね、タルモステップと考えるのおふくろ、考える、考える、考える、ありますね。カンガルーのお袋ありますね。そうそう。それ。はい。の、のいらない。そうですね。カンガルーお袋。カンガルーのお袋。お腹の袋。日本語の先生いっぱいです。OK。そう、カンガルー、何？カンガルーの袋。お袋言わない。まあ勉強してますからちょっとね。お袋はマザーなんです。だから袋、バッグ。しかしある日本人それを教えますか前あたおけす。それで考えるの袋、それで考えるの袋なんですか。考えるの赤ちゃん、もし怖いの時すぐ入ってその中に入ってます。わかる？もし危険の時すぐ走ってね、走ってお母さんの何か袋に入ってます。それがモントロと同じです。もし危険の時すぐモントロが袋みたいです。それからもう一つ何ですか、そのモントロの唱えれば体、心、感覚をだん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 清らかになります。自然で無意識で分からないですね。言葉の力どれぐらい皆さん知ってますか？心の力、皆さんどうして心のそんなに力ありますか？モントのそんなに力ありますか？あります。例えばその例えばあなたある人に言います。あなたはとても素晴らしい人、その人何がとても喜びます。もしその人にまた今あなたバカです、どうしよう、その時とっても怒ります。言葉だけではなく、言葉だけ、これは言葉だけでしょ。素晴らしい、バカ、両言葉で結果見てください。両方そう、どうですか、両方言葉ではないですか。You are very, you are very good and you are stupid. 両方言葉、言葉だけです。音だけです。ですから見てください。どれぐらい違います、結果。どうですか？どれぐらい違います？その言葉使いますととても喜びます。その言葉使いますととっても怒ります。喧嘩始まります。戦い始まります。本当は私そうですよ。で、両方言葉だけでしょ。そのことを理解すれば、本当のどうしてそんなに力いっぱいあります、理解できます。どうして本当はそんなに力あります。そして私言ってるのは、信じてください。それのために、霊を使いますね。それ霊使いますね、先の。二つ言葉。そのモントラはそのことを理解して、罪人は
聖者になってます。そのバルミキ、皆さんラマヤの十字詩の後バルミキ、ラマヤの十字詩名前聞いたことあります。ラマヤとても有名、そのライト詩人の名前はバルミキ。どうしてバルミキになりました？最初はその人とってもとてもアングリマールみたい、ラバルですか、ラバルなんですね、盗賊盗賊とってもとってもひどい盗賊、いっぱい人を殺しましたと。その時ナラド、その神聖な人を来て、あなたどうして処してますか、でいろいろ物語あります。とあなたは私の名前、神様の名前を教えてます、あなた唱えてください。これ何ですか？ラーム、それあなた唱えてください。その時からずっとロットナーカルはラーム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 、ずっと唱えて聖者になります。名前はバルミキになります。とそれ一つはレイディアネ、それもいっぱい結構ありますでしょ。とても不純人、とても純粋になってます。門徒の結果でですね。それで心は静かになります。穏やかな時代出てます。それからもう一つ何ですか。神様は私を守ってます。その考えでます。ですね、困った時人最近のはあちこち行ってます。 どこからサポート、そういうパワースポット、あちこちスピリチュアルヒーリング、あちこち行ってますですね。しかしどうして、なぜなら普通は神様が、全然神様のこと考えないんですから。 そのままで神様のモントを唱えますと、危険の時、困った時もは立ち向かえできます。 with confidence、自信を持って立ち向かえできます。なぜならもちろんお医者さんに行かなきゃいけない、行きますけれども、本当は薬で病気は治らないです。なぜならお医者さんのその経験があります。同じ病気同じ薬、ある人治しても別に言うと治らない。その結構その例エグザンプルがあります。知ってますか、その種類。病気同じ、薬も同じ。で、あの人治ります、あの人治らない。どうして？そして本当は神様の力で治るとは。それのために危険の時、いろいろ危険の時、もし前から神様の名前、門徒を唱えますと、神様は守ってます。その考えでます。だけではなく、もし病気で亡くなります。亡くなった後も神様は面倒見ます。生きているも神様は面倒見てます。死んだ後も神様は面倒見てます。その自信出ます。その自信出ますと、平安も持ってるもできます。そうしないと、それはなかったら何の状態出ます。とってもとても心は、大きな病気の時、大きな危険の時、とってもとても心は落ち着くようになってます。ブレイクダウン、メンタルブレイクダウン、何ですか、ブレイクダウン、神経衰弱メンタルブレイクダウン、心の、ブレイクダウン、何ですか、so、メンタルブレイクダウン、その時ブレイクダウン、普通ですから、ノイローゼっていう言葉。ちょっと大きな声で言ってよ。ノイローゼ。ノイローゼ。はい。それでこのケースいっぱいあります。例えばとても近いの親戚は亡くなりました。ブレイクダウン。大きな病気。ブレイクダウン。例えばファミリーはちょっと離れてます。奥さん、旦那さん、ブレイクダウン。
例えばお金問題、お金の問題、ブレイクダウン、いっぱいその経験。どうして？なぜならその神様を信じてない、それはない状態ですから。もし神様を信じてます、門徒を唱えますと、先言いますね、自信を持って立ち向かえるができます。何でも、とっても大変な状態。大きな一つ結果です。ね、状態とてもとても大変ですけれども、それを立ち向かえ、自信を持って立ち向かえ、安心を持って、自信を持って立ち向かえできる。なぜその門徒の結果でね、神様とつながっている状態でございます。それ一番最後の結果は何ですか？悟り。悟りです。門徒の一番最後の結果は悟り。ありがとうございました。